皆さんこんにちは、突然なんですけど、まあ、僕スマブラをこのガチの世界で、まあ、13年ぐらいやってて、で、スマブラって呼ばれる人でも本当に何百人何千人と会ってきたし、その中でこういろいろな発言っていうのを、まあ、13年間ぐらい、まあ、見てきて、で僕の中でこういう言葉は結構みんな言いがちだけどあんま信じない方がいいんじゃないかなっていうのが、まあ、ところどころあるんで、今日の動画ではそのスマブラーのこの発言は信用しない方がいいっていうのを、まあ、ちょっと5個6個持ってきたので、それをちょっと解説していこうかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、まず1個目ですね。まあランキングで言うと5位、信用できない度で言うと体感は 50% ぐらいです。はい、第5位がこれっす。今の見てからやりましたっていうこれっすね。でこれ多分よく聞くと思うんですけど、なんで信用できないのかっていうのを説明します。まずそもそも見てから何か行動するっていうのはどういうことかっていうのをちょっと説明していきますね。状況をまあ限定して、例えば相手の A っていう行動を見てから自分は B っていう行動を選択するっていう、そういう状況をちょっと考えます。で、本当の意味での見てから行動するっていうのは、相手が A を選択しました、でそれを確認して自分の脳内で B を選択しようって思ってます、で手が指が B を押すためのボタンを押します、 B が出ます、で買ってますって、そういう順番なんですよ。で、まあ、これが本当の意味での A を見てから B をするっていうことなんですけど、たまにこの一連の流れってすごい短時間だし、かつ実際の試合も本当フレーム単位で、レベルが高いところに行くとフレーム単位で判断をしなきゃいけないっていうことがあるんで、順序がちょっとごちゃごちゃになることがあって、でその一例として、これが見てからって本人は思ってるんだけど実は見てからじゃないっていうパターンがあるんですけど、それがまず相手が A をしてくるだろうなって予測して、自分は B っていう行動をもうしようって、 A をする前に B っていう行動をしようって脳が判断して、で相手が実際に A をしてきました、ほんで指は B をするためのボタンを入力してます、 B が出る、枯れるみたいな、こういう順番になることが、まあ、往々にしてあります。何が違うかっていうと、一発目の例ではもう A っていうのを見てからそれ B をしようって判断してるのに対して、後半は A を見る前に B をしようって脳は判断してるんだけど、だけど実際ボタンを入力して B をする、その一歩手前で相手が A をしてくるっていうのを視認してるんで、これは入れ込みっていうか置きになる、置きとか入れ込みになるんですけど、でもその順序があるんで見てからやってるっていう風に後から振り返ると勘違いしちゃうんですよ。ちょっとこれが分かりにくいかもしれないんで、図とかでちょっと補足して説明してると思うんですけど、ちょっと信用ならない、見てからやりましたっていうのは結構いろんな人が言うんだけど、その本当のところは結構分かんない場合が多いですっていう話ですね。ただ実際に見てからやってる場合も結構あるんで、まあ、これは信用できない度で言うとまあ 50% ぐらいというふうに僕は思ってます。はい、第4位ですね。これはまあ信用できない度で言うと 60% ぐらいかなって個人的に思ってます。はい、第4位、大会でそこそこ上位に行った時 その悔しいっていう言葉ですね。状況を説明すると、大会まあタミスマとか、そのオンライン大会タミスマとか、オフライン大会のメブラとかで、そこそこ上位でリザルトに行って、まあ、本人の客観的な立ち位置からすると、まあ上出来だろうし、本人の中でも割と上出来だなって思ってるんだろうけど、まあ、そのリザルトが上がってそれをなんか引用リツイートとかするじゃないですか。でそれをで引用リツイートするときに、それと共に添える言葉が嬉しいとかだと、本人的にもやっぱ格好がつかないというか、これで満足しちゃってる自分も嫌だっていうのもあるかもしれないですけど、結構本当に思ってるんかなっていうところで悔しいっていう、もっと上に行けたはずだっていう、まあ、そういう言葉を添えて引用リツイートとかをする場合があるんですけど、まあ、内心結構喜んでるんじゃないかなっていうのは割と透けちゃうんですよね。もちろん全員が全員じゃないけど、結構内心嬉しいって思いながらこの悔しいって言葉発してるなってたまに思っちゃいます。まあ これだけ聞くと、まあ、あんまり説得力がないと思うんですけど、本当に悔しい人っていうのはもう本当に悔しそうな発言をするんですよ、ツイッターとかで。ガチで
ガチで悔しい人ってどんなこと言うかっていうと、例えばなんかその大会の前日はちゃんと寝なきゃダメだなとか、なんかリアルが忙しい時にやっぱり大会に出るのは良くないなとか、なんかそういうことを言い出すんですよ。これが本当に悔しい人の発言だと思うんですよね。であとなんか心底萎えてるっていうか、あのキャラ理不尽すぎだろとか、このカード勝てる要素がないとか、なんかそういうことを本当に悔しい人は結構そういうこと言うんじゃないかなって僕は個人的に思っちゃってます。なので、まあ、こういったようにそこそこ上位に行った人が言うこの悔しいっていう、この悔しいっていう言葉を発すること自体が負けず嫌い観点からするとあんまり悔しくないんじゃないかなってちょっと個人的に思っちゃいます。これはまあ偏見も入ってるんで、あんまりあの信用しすぎないようにしてもらえればいいですけど、僕個人的にはそう思っちゃってますっていうのがあの4位です。はい、第3位ですね。まあ信用できないと言うと 70% ぐらいかなと思います。はい、第3位がオフ大会とかオフ会の後とかにツイッターで飛び交う発言なんですけど、〇〇さんイケメンだったっていう、これは、まあ、結構このねやっぱゲーム界隈っていうのは、まあ、比較的そのルックスで言うとやっぱりその一般的な、まあ、それこそなんて言うんでしょう、リア充というか陽キャというかそういったところから比べるとちょっと落ちるっていうのもあるんですけど、あの普通にちょっと小綺麗にしてるだけで〇〇さんイケメンだったっていう風に言われがちだと思います。でこれに関しては別にその言う側は褒めてるし、そう言われた側は悪い気しないし、まあ、全然いいんじゃないかって、そんなとこ咎めなくていいんじゃないかって思うかもしれないんですけど、結構ねこのイケメンっていうフレーズはちゃんと気をつけなきゃいけないと、まあ、僕は思っていて、あの勘違いしちゃうんじゃないかなって思ってるんですよね。っていうのもこのイケメンっていうフレーズはすごいパワーを持ってるんですよ。多分イケメンっていう言葉が生まれたのって僕が中1中2ぐらいだと思うんで、多分15、6年ぐらい前だと思うんですけど、僕もねその言われたことが、まあ、ないセリフではないですよ、その中学の時とか。なんだけどこれ一回言われちゃうとすごい勘違いするっていうか、なんか本当にかっこいい人としての立ち振る舞いっていうのを意識しちゃうんですよ、これ言われた瞬間に。なのであんまりその自己評価を不当に上げるような発言っていうのはそのいろんな人にとって不幸せな結果を生む可能性も僕はあると思っているので、このかっこいいとかイケメンっていうフレーズはあんまり乱用しない方がいいっていうのを、まあ、僕の人生経験からちょっと考えてます。なので、まあ、ゲームの業界で、まあ、その顔出しとかしてかっこいいとか言われたとしてもあんまり真に受けない方がいいんじゃないかなっていうのは個人的に思ってます、っていうのがこの第3位ですね。第2位ですね。こっからもう信用できない度が 80% ぐらいに上がります。はい、第2位が〇〇さん、ネットだと結構変な人だけどオフであったら割と常識人だったとか普通の人だったっていう評価ですね。これは本当にもう2位から本当に信用できないなと思いますね。でこれなんでかっていうと、まずオフであったら常識人だったとか普通の人だったっていうのは、まあ、これ結構当たり前なんですよ。みんなそうなんですよ。で、まあ、そのネットが本性でオフが仮面かぶってるって断言はしないですけど、皆さんもそのツイッターとかやったりそのリアルの知り合いとか普通にリアルで話したりっていうのが両側面ある人が結構多いと思うんで分かると思うんですけど、リアルで喋る分には特にその初対面の人とかその結構多数の人とかと関わる場では本当の自分の考えてることとか革新的な部分っていうのを隠すというか出さない動機がめちゃくちゃ多いじゃないですか。だからオフであったらその結構まともな人だったなっていうのは割と普通当たり前なんですよ。これは本当にそのネットやってるとやっぱ24時間誰が見てるとも分かんない自分のその愚痴とかも吐けるし、思ったことを素直に言える場だと思うんで、そういうとこでやっぱ感情って素直に出ると思うし、まあどっちかって言ったらそれは当たり前なんですけど、そのインターネット SNS とかで発信してるところの方がその人の本質っていうのを、まあ、どっちかといえば的確に表してると思うんで、まあ、何が言いたいかっていうと、ネットでやばい人は普通にやばい人なんですよ。それはネットでやばいって判断できる人は絶対普通にやばい人なんで、それはちょっと履き違えないで、要はそのオフであったからって評価を改めるっていうのはあんま良くないかなと思いますね。これはで僕も、まあ、ちょっと名前出さないですけど、
前作でフリーズチートみたいなことをちょっとやって今公式の大会でもめちゃくちゃ上位いってるけどできんというか出させてもらえないっていう人と、まあ、オフで喋ったことは結構あるんですけど、やっぱその人でもすごいまともっていうか普通の人っぽく見えるんですよ。まあ実際そんなにやばい人じゃないかもしれないんですけど、うん、まあそれは結構当たり前で初対面というかあんまり関わりなければそれはそうなるよねっていうのは、うん、もちろんそうなんで、もちろんオフでもなんかこの人やばそうだなっていう人いるかもしれないですけど、その人は本当に稀なんであんまり気にしなくていいかなと思いますね。はい、っていうのが2位ですね。はい、で堂々の1位なんですけど、まあ信用できないというと 94% ぐらいですかね。はい、1位が、まあ、この DLC 新しく出た時の新キャラメイン宣言ですね。まあ、これはもうそのあるあるとして言うまでもないことかもしれないですけど、まあ、これ、まあ、気持ちはめちゃくちゃ分かるんですよ。 DLC 出てその自分の好きなゲームの思い入れのあるキャラが出てくれたっていうことでテンションが上がってると、で高揚してるっていうこの一時の、上振れた感情に身を任せてもう絶対にこいつをメインで使ってやるっていう思いになることも分かるし、それをツイッターで言ったりすることもまあ分かるんですけど、まあでも実際統計的にというか今までの歴史を見てきたらもうほとんどが続いてないっていうのが正直あると思います。まあ、キャラ内で使ってる人とかももちろん中にはいると思うんですけど、ガチでやればやるほどやっぱり性能で選ぶっていうのがすごい多いんじゃないかなっていうふうに思ってます。僕自身も原作愛みたいなところで言ったら多分シークが一番好きなんですよね。時のオカリナめちゃくちゃ好きですし、シークっていうキャラがすごい好きだったんで、まあ、なんですけどいざスマブラやってみたらその原作の時のオカリナに出てたあのシークっていうところからどんどん遠ざかってスマブラにいるその一つのファイターとして見ちゃう、どんどんそういう視点に移っていっちゃうんで、結局のところその原作愛と、スマブラにおけるファイターとしての魅力っていうのは、もちろんそのガチな世界の人々に限るかもしれないですけど、まあ、結構どんどん離れていくもんだろうなとは思っていて、それは DLC でも多分長期的に見たら同じことが言えると思うんで、うん、そこは後から自分の発言を振り返って恥ずかしい思いとかをしなければ別にもう全然いいんですけど、したくないっていう人はなるべくその一時新キャラ出てテンション上がってもこう冷静に包めましょうっていうのは、まあ、ちょっと僕からのアドバイスとしてあります。はい、はい、で一応これでランキング5個はまあ言い終わったんですけど、一応殿堂入りとしてもう1カード用意してるんで、まあ、それを発表します。殿堂入りこれはもう信用できない度で言ったらもう 99% ぐらいだと思うんですけど、まあ普通にこれは普通です。はい、引退宣言です。はい、まあめちゃくちゃあると思うんですけど、多分これスマブラだけじゃなくて、てか全体的にスマブラだけじゃないんですけど、多分どのゲームでもあると思うんですけど、まあ、引退宣言は本当に信用できないですね。これもよく聞く論だと思うんですけど、まあ、本当に引退する人っていうのはもう引退しますとか仰々しく言わずに静かに去っていくっていうのはまあマジでそうなんですよね。大抵その引退するっていうことはやっぱそこで反応が欲しいっていうのもあるし、反応が欲しいって思ってる時点でそもそもその界隈とかゲームにすごい未練を持っちゃった状態だと思うんですよ。だから結局未練持った状態で辞めるって宣言しても続かないよねっていうのはまああると思います。なので自分のその経験を振り返っても本当にいなくなった人ってめちゃくちゃいるんですけど、本当にいなくなった人を振り返るともう引退しますって言っていなくなった人ってマジで一人もいないんじゃないかなっていうレベルで、まあ大体は戻ってくると思います、引退宣言をする人は。でまあちょっと余談なんですけど、まあ、この引退宣言っていうのをスマブラでオフラインの界隈だけじゃなくてオンラインの界隈ができ始めたスマブラ X 以降の話に限って言うと、この引退宣言っていうのをこのスマブラ界隈で初めて大々的に行ったのは実は僕じゃないかなっていうふうに思っていて、2008年の1月だったかなにスマブラ X 発売して、俺一回受験で引退宣言してるんですよ。当時ツイッターとか多分なかったと思ってて、スマブラのなんか閉じた登録制の会員制サイトみたいなスマコムっていうのがあったんですけど、まあ、そのスマコムでみんな日記を書いたりメッセージのやり取りっていうのをまあしてたんですよ。で、そのスマコムで、まあ、日記引退宣言みたいな日記を書いたんですよ僕が。で、アカウントを消してもうちょっと受験に集中しますみたいな、でもスマブラは多分今後もやることないでしょうみたいな
そういう日記を書いて、あ、違う、それ9月ぐらいやったかな、8月9月ぐらいに書いて、当時なんか本当にめちゃくちゃ驚かれたっていうか、やっぱ今となってはもう引退宣言ってまたかよっていう感じの雰囲気出るんですけど、当時は本当に結構初めてに近かったと思ってるんで、もうめちゃくちゃこう騒然、まあ、特に身内の中では、え、アカウント消したとかやばいみたいなさ、その騒然となった記憶があります。まあ実際ここで喋ってるっていうことはもちろんそういうことなんですけど、多分3ヶ月ぐらいで戻ってきてますね。12月ぐらいにあっさりと戻ってきて、で、そこで解明してるんですよ。8月ぐらいまでは結構動画でも言ってるんですけど、最初メタっていう、メタナイト使ったんで、メタっていう、単純なハンドルネームにして、そこで8月9月ぐらいにスマコムを辞めて、ほんで12月ぐらいにまた戻ってきて、将軍っていう名前にして、そこからずっと将軍でやってるっていう感じだったので、この引退宣言っていうのと、まあ、将軍っていうハンドルネームに変えるっていうのは、実は結構きっかけとして共通してるところが、まあ、ありますと。でまあ、余談に余談を重ねるんですけど、その時将軍ともう一個で悩んだハンドルネームがあって、メタナイト使ったんで、メタっていう風なハンドルネームに最初したんですけど、メタナイトのナイトを取って、ナイトっていう普通に漢字のナイトをね、ナイトか将軍にしようと思って、その二択で迷ったんですよ。てか最初内藤にしててすぐ将軍に変えたんですけど、まあ何が言いたいかっていうと、まあ将軍を選んでよかったなっていう、やっぱ内藤でこの舞台、この YouTube っていう舞台には上がれなかっただろうなって今振り返ると思いますね。はい、そんな感じで、まあ引退宣言っていうのも、まあほぼ信用しなくていいんじゃないかなと思ってます。はい、ということで、スマブラの、まあ、この言葉は信用できないという動画、ここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。